皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師館チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りになってください。最後までご視聴お願いいたします。4月28日金曜日、どうにもならないことは忘れようという題でお話をいたします。これドイツのことわざなんですが、どうにもないことは忘れることが幸福だという言葉があるんですね。どうにもならないことって何でしょうか。つまり変えられないことですね。変えられないと分かった時点でね、もうくよくよしないで、変えようとしてもね、もっともっと痛むだけ、悩み続けてもますます苦しくなるだけ。皆さんその時にね、明日のことを思い煩うなという聖書の言葉を思い出してください。明日になってから思い煩え、つまり一旦手を離してね、明日になってからまた考えればいいさ。過ぎ去った過去も、現在の苦しみ、山のような問題も、私たちは手放して明日まで、その問題が直面するまで、私たち悩みを手放してごらんなさい。そしたらね、もう10分の1以下ですよ。私たち悩みやすい人、精神的に病みやすい人はね、感謝を忘れ、問題やね、してもらえなかったこと、自分が悔しい思いしたこと、そこばっかりに執着してるからね、なかなかね忘れられないんですね。私たちは備えは必要だ。でもどうぞ、どうにもないことを忘れるということ、哲学者の言葉にこういう言葉があります。過去と人は変えられない。変えられないんです。じゃあ変えるのは何か。自分自身は変えられる。どうでしょうか。今日神の力によって変えていただこうじゃないでしょうか。悲しみも寂しさも、すべては愛に溶かされた。悲しみ燃えるイエスの愛を受けて、輝く。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さようなら。